日本人はアメリカ人と違って小柄な選手が多いので、まあ、そういった選手がこうワールドカップだったりオリンピックだったりそういう大きな舞台で1対1のでもそうだしチームとしても負けないっていうところを見せるためにもここに自分がいるっていうのはすごく大事なのかなって思います。覚悟を持って一人でアメリカに来たわけであるので本当に自分自身を出していろんな応援してくれる人たち その日本にいる人たちはもちろんそうですけどこのチームを、まあ、支えてくれるなんかクラブの皆さんだったり本当に応援してくれる人たちだったりもう本当にいろんな人に笑顔を届けたいな自分のプレーで届けたいなって思います。